はい、おはようございます。はい、今日は11月の11日の木曜日です。昨日を、おとついの夜から、ひょうみたいな、みぞれみたいな感じでバーって降って、急に冬が近づいて、で、今朝はめちゃめちゃ寒いです。ということで、ボタ折りの長襦袢を出します。襟がまだ直してなくて、春のままなんだよね。たまたま暗い、こういうの、ね、北谷さんのつけてたから。これでもあの、マネージャーの浴衣の柄なんだけどね。たまたま、なんかもう一個のやつは、チューリップついてて、そりゃないわと思って。さすがにないわと思って急いでちょっとこっち来て、今出かけるのにこんな状態です。ちょっとまたなんですけど、ちょっとモタハンさんに行くんですよ。多分まあ、天気悪いけど電車は動いてると思うんで来れてるとは思うんですけれども、関西からね、あのモタハンさんでレースの着物とか、あとトスコハンとか見たい方がおられて、その男性の方を、まあ、一人で初めての呉服屋さんだとね、ちょっとね、心配だっていうので、まあ、キヨさんがエスコートして一緒に来られるそうなんですけれども、その時にずっとなんか00さんとその男性同士なんでね、あのインスタでつながって話してたそうです。それであの00さんも行くそうなんです。でそれは00さんから清美さん来て来れるっていうふうに言われて、次の日私軽井沢に行く予定になってるんですよ、日帰りで。全部日帰りなんですけど、でもまああのでちょっと会社の決算月もあって支払いとかあるかなと思ったんですけど、まあ動けるので行こうかなという感じで、内緒で行くことになっております。はい、今日はこちらでございます。細かい矢羽根の花繊とウールの着物でございます。こちらは、静香さんのおばあさまのお着物をいただいたものでございます。おばあさまでこの身長なので、そうあの背が高い家系なようで、静香さん自体がめちゃめちゃ身長高い方みたいですね。お会いしたことまだ残念ながらないんですけれども、なのでこの二世代連れの私の身長にぴったりと。いうことですよ、本当に。私はね、うちはじゃあどうだって言うと、私のおばあちゃんですね、ホームページの方の、多分ね、最初の説明の方に一回おばあちゃんの写真を、あんまりないんですよ、同居じゃないんで、載せてるんですけれども、結構私が小さい時の写真でもあれ小4なんですよ。幼稚園みたいに見えるんですけど、実はあれ小4なんですよ、私。で小4の時の写真で、でばあちゃんとの身長差があれぐらいなんで、私多分その頃身長130、小4でしょ、130になったかな、なってないかもしんない。どんなチビなんていう
すごいちっちゃかったんですよ。ですね、ばあちゃんが140前半の方でした。で、そんな感じなんですよ。だからばあちゃんが140前半で、私中学1年生の入学の時は142センチだったっていう記憶だけはあるんですよね。あ、中学に入って140にやっとなったわっていう記憶があるので、相当ちっちゃい ちっちゃい家系。母親は158あるんですけれども、なんで、まあ、当時の日本人の、まあ、女性の平均身長、母ちゃんはあるんですけど、まあ、私はそこまでいかなかったって感じかな。姉ちゃんも割に平均身長ぐらいある人なんですけど、まあ、私の父親もちっちゃいんですよね。父親が160、自称160の男なんで、すっげえ手が短いの。なんで、まあ、私もそんなに手が長くなくて、母親もそんなに手は長くないんですよ。父親ほどじゃないけど、手長くはないですね。なんで私のバランス的に私手が長い方だねって言われるぐらいだったっていうさ、私でっていう感じなんですけど。なんでしょうかね。奥能登なんで、まあ、うちの親、いとこ同士の結婚っていうのもあるんですけど、あ、なんかここがねじれてる。あ、なったなった。血が混ざってなさすぎて、ちっちゃいママなのかな。まあこういう感じでね、ちょっとこっちが長くてこっちが短くなるんですよね。ほら、ここまっすぐじゃないでしょ。ね、ほら、少しこうずれるでしょ。こんなになるんですよね。おっきいの切ると。後ろ幅がだいたいリサイクルのは大きいんで、かなり大きいんですよね。なので、こういう感じで少し後ろがパクパク上がったりとか、そういうのはありますよ。ぴったりあつらえ品で、もう完全に自分のサイズ把握してるやつだとこんな風にはならないんですけど、なります。でもなるからって別に悪いわけじゃない。ここで調整してるんで全然問題ないんですよ。で、ですね、ほんとね、みぞれ降ったら寒いんですよね。で、今日はこちらの、キモノオフさんの帯をします。そして、緑のひびひもをします。差し色ですね。襟も紺色で、着物も紫なんで、まあね、似たような青系統なんで、差し色に暖色を持ってきます。お出かけするときもね、こう、ワクワクサプライズならともかくね、どっかのイベント行くよっていうときにもっと本当はね、みんなと一緒に行こうねって言ってね、本当は声かけしたいんですけどね、まあ、最近見られた方は知らないと思うんですけど、コロナになる前ですね、結構私、今度どこそこ行きます。これ、結構、平気で言ってたんですよね。
本当は口が軽いんでそういうタイプなんだけど、まだね、あの、だ、なんていうのかな、大規模に人を集めるのはちょっと心配。うん、その人のなんていうのかな、管理能力に任せられる状態なので、ちょっと私はそこまでね責任も取れないので、まあ町の体制ですね。ハック盛り上がってる。モタハンさんとこ行く前に銀行も寄らないとな。ちょっと書類渡してこなきゃいけない。なんだかんだ騒がしいですが、騒がしいのもいいことで、明日は、日帰りで軽井沢なんですけど、金曜日古今堂さんのとこ行ってくるんですけど、どうなるかな。私あんまりそういうなんていうのかな、フリーマーケットみたいなそういうのイベントって、そういうなん土日とか、とにかく金土日休めない仕事だったので、まあ行ったことがなくて、あと人混みが苦手なので、若い時も行ったことなくて情報も取れなくてなんでね、あのなんとか市とか、あのあるじゃないですか、都会の方で。そういうのもいつやってんのか全然分かんなかったんですよね千葉に住んでたんだけど全然ね掴めなかったんですよね。もったいないですよね。だから今になって一生懸命そういうなんか、あのなんていうの、町のそういうフリーマーケットみたいなこうイベントとか行きたいなって思うし、情報が入ればね。で、あとはやっぱ若い時に行かなくて行っといた方が良かったなと思ったのが、コンサートとか、劇を見るとか、感激とか、映画はまあちょこちょこ見てたですけど、映画を見るとか、そういうなんていうのかな、心のビタミンをたい、あの蓄えていきたいなと思いますね。まあ映画とかって特にね、2時間とか2時間以上座ってなきゃいけないんで、あれ結構体力いるんで、あんま年取ったら逆に難しいだろうなと思って、私の腰だとね。だから今のうちかなと思いますね。はい、今日はこんな感じです。あら素敵、いいわね、こういうの好きですね私。はい、後ろはこんな感じです。はい、まあサイズちょっと大きいやつでもこういう感じで、まあ脇に寄せてしまって、で、あの別にここ中心ずらさなくてもある程度は切れますよという感じですね。ふゆふゆっと感じで脇にクシュクシュクシュっと入れてしまえばまとまってしまいます。はい、こんな感じですね。うん、はい、今日はですね、紺色の、手ぬぐいではないんですね。こちらは、浴衣生地だったと思う。あれ違ったかな、これ手ぬぐいの方だったかな、忘れた。あ、手ぬぐいの方だ、ごめんなさい。こちら手ぬぐいの方ですね。北谷さんの手ぬぐい入りでございます。マネージャーの方の生地じゃないわ、これ手ぬぐいだわ。はい、で、着物が広襟仕立てなんですけれども、静香さんのおばあちゃんの着物でございますね。細かい矢羽、本当に細かい矢羽なんです。可愛いですよね。で、ですね、大好きですね、こういう紫の矢羽っていうのは。まあ理想的な感じですが、こちらウールと化繊が入っているので、極
今日みたいな冷たい雨とかみぞれが降りそうみたいな、まあ、雨はもう降ってるんですけれども、そういう感じのね、あの気候の悪い冬の、時期に非常に重宝します。濡れても乾くの早いですし、河川とウールだと、まあ、あとはこういう雨が降ってる時っていうのはそんなに静電気もバチバチ来ないっていうのもあって、そういうのもそんな心配ないですし、まあ裏に中にね木綿着てるので静電気もへったくれもないんですけれども、でこちらがボタ織りの長襦袢でございます。はい。でですね、あこちらはね、このボタ織りの長襦袢は染め織小玉さんで作ってもらったやつです。小玉さんのボタ織りの生地にで長襦袢してくださいって言ったらしてくれますよ。で帯がですね、こちらは着物オフさんの紡ぎ帯です。はい。この時期いい色ですね。オレンジとか優しい系の色は使いやすいですね。で帯締めが日々紐の緑でございます。差し色ですね、ちょっと足りないので、まあ帯に少し薄い緑が入ってるので入れやすい感じですね。で足袋も同じく緑で、こちら毛糸玉の柄のエビス足袋さんの寝るの足袋です。でかんざしが、あそうだそうだ、紫の藤色の刺繍、帯揚げの刺繍に、雪の結晶、雪降りそうだなと思ってスタッドレスにしなきゃなとか思いながらやったらこれになっちゃったね。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい、自分らしいコーディネートですね。はい、こういうコーディネートも冬場私は割に楽にできるというか、まあ、定番な感じですね。はい、まあ、大体着物着てるといつもの人みたいな感じなんですけれども、はい、今日はこんな感じでございます。あとちょっとお知らせです。はい、ですね、もうすっかり私も忘れておりました。メールでいただいてたことをすっかり忘れておりましたが、ちょっとだけなんですけども、こちらの着物アンなのかな、これ多分着物姫の後継の雑誌だと思います。おまけがついてるやつです。おまけはこちらがついてます。これ私ちょうど欲しかったやつなんですよね。ここ引っ掛けて旅行の時にいろいろ入れれるやつ、便利ですよね。欲しいと思ってたんですよ。ありがとうございます。でこちらがおまけでついている雑誌なんですけれども、かわいいっすよね。本当旅行行きたいっすね。こちらの中に私が少し載っております。どこかと言いますと、ほんと一瞬です。インスタの投稿を使っていいですかっていう、お話をいただいて、75ページに、エビス旅さんの旅、白旅を転写のねシートシールでね、私がちょっとこんなんしたよっていう投稿を前あげたと思うんですけど、これが紹介されているというだけでございます。はい、なんですがこの本自体非常に面白かったので、なんていうのかな、前の着物姫って本当になんていうの、こう素敵なサイケな、すごい可愛いコーディネート、私には無理みたいな、でも見てるとこう本当に着物のファッション雑誌って感じですごく好きだったんですけれども、なんで何冊かあるんですけど、今回ね民衆的なね工芸品、竹籠だったりとか、染め藍染めだったりとか、そういうね小さな作家さんの少し紹介がバラパラパラっと載っててですね、これ結構私がね行きたい見たいと思っていたね、この古今雑誌花尾作家さん、夏次郎さんのね紹介が出てて、ちょっとあいいなと思って見てたんですけど、もしよかったら見てみたらいいんじゃないかなと思います。結構ね読むところが、その情報が面白かったですね。
あとね、リサイクルショップの、アンティークのリサイクルショップの、情報が載ってますので、京都何件か載ってますので、もし京都でアンティークの方のリサイクルショップをメインに見たいなって方いらっしゃったらいいんじゃないかなと思います。あとは、いろんな、ちょっとインスタとかで、着物でちょっと顔出てる方の、小物の上手な使い方、紹介されてます。まあ、その中で私も入っているんですけれども、いろいろ載ってますので、ちょっと面白いんで、パラッと立ち読みしてよかったら、買ったらいいんじゃないかなと思いますね。リサイクルショップの情報もあるんで。あとこれこのまま全部、着物の小物道具を一式入れれるよとかね、使い方が書いてあったりしてますので、もしよかったらなんですけど、まあそんなにね、安い雑誌ではないんです。こういう付録が付いてるんで、1800円なんで結構高いんですけれども、後ろにこの竹かごの絵が描いた写真が入ってあるように、結構、なんだろうな、庶民の中で、生活道具として、それがもう工芸品になっていった民芸品って言ったらいいのかな、民芸品の、お店何店舗も紹介されております。特に岩手県のお店が多いかな。ぜひぜひ立ち読みでもいいですし、気に入ったら買われてもいいですし、いかがでしょうかということです。別に私本当にちょこっとインスタの記事が出ただけなので、別にあれだったんだけど、ありがとうございますという形でね、本一冊いただいたので、せっかくなので素敵な、いい内容だなと思って紹介させていただきました。なんだろう、めちゃめちゃべらぼうに高いね、工芸品はあんまり私ちょっとドン引きなんですけれども、民芸品っていうのはすごく心なんていうのかな、胸厚になる可愛さを持っているなとつくづく思って、ちょっとね、可愛いしポイントが私はそっち側にいつもあるみたいなんですけれども、そういう本がそういうね、情報が載ってて、アンティークのね、強いお店も京都の何軒か載ってて、あ、今度それ巡りたいかなとか思っていて、ちょっと自分の中でチェックしようかなと思っております。はい、そんな感じで、まあ雑誌綺麗ですね。やっぱ着物って映えますよね。見てるだけで幸せになりますね。まあ読書の秋は読書なのかっていう感じですけど、スマホで見るのとはまた違った趣があると思いますし、スマホで見るよりもしっかり頭に入ってきやすいですね。やっぱ紙媒体で見ている方が、そういうのをしっかり立ち読みでもいいんで、少しね、目にとって、目に留めていただけたらなと思います。いい情報入ってました。はい、という感じで、ちょっとモタハンさんに行ってきたいと思います。それでは皆様、良い一日を。はい、あこん、新しい座布団、お土産のリリアン、もうたまらん。リリアンたまらん。リリアンたまらん。積もれるよ。マジ積もれる。切ったって大丈夫やしな。まだあるしな。なんでこんなリリアン好きな？やっぱリリアンやってね。やってんね、やっぱね。チューチューネズミのリリアン切っとったよね。あくーん。これも糸切っとるもんね、前歯ね。短くなるもんね。ちょっとペンペンペンして。ペンペンペン。難しいね、リリアン。あかーん。あ、ちょっとどっか行ったよ、今。ののちゃんの爪研ぎを、華麗な爪研ぎをご覧ください。リリアンの、これ多分全国区じゃないと思う。はい、石川県だけ？石川県も微妙。
見ましょう限定かもしれん。昔は小学校の中で流行るのよ。近くの駄菓子屋さんに売ってるものとかね。で、女の子はリリアンが流行ったわけっすよ。乗りましたね、ハッコン。僕、ハッコン足長いっすね。で、リリアン、これ、多分記憶は曖昧やよ。多分こうやと思うんやけど、これ、こうやってやって、こうやってや、あれ?こうやってやって、これリリアン遊びですよ。こうやって、キュッてして、ね。で、これをひたすら指で中で編むっていうのを繰り返すの。棒針とかかぎ針とかが流行った後に流行ったやつってやったかな。なんか、棒針とかかぎ針は冬流行って、で、夏場簡単に編める遊びで、で、リリアンを編む道具っていうのが売ってたんだけど、それが買えないくて、買えない子たちが多くって、そこで生まれた、手編み遊びで、こういうのが流行ったのよ。で、休み時間に女の子がこうずっと編んでんの。これ、流行った地区ありますか?多分、前田藩だけだと思う。これでもね、このやり方がわかると、この原理がわかるとね、この原理が、このね、この、玉になってるじゃない?この原理がわかると、ボタンホールとか、チェーンステッチじゃないや。クロステッチじゃない。なんだっけ。ステッチのこういう編み方。こうやって、こう、糸がこう来て、内側から作ってっていう編み方の原理がわかるの。で、これ編んでどうすんの?これを、うわ、すげえ、ちょっと待って、小6ぶり。懐かしい。もう。で、これをどうすんの?すごい、エモい。これ、こうやってねじれるじゃん?これを、はい、名前、昔ね、ネームタグつけ、そこにこうぶら下げる、根付けみたいな。それが流行ったの。根付け?根付け文化これ。根付け文化。根付け文化です、こちら。とにかく、もう、ネームの下に何かぶら下げる。根付け文化で、今ここぶら下げるやん。ぶら下げるやん。ぶら下げたいやん。あ、もうね、多分日本人はぶら下げたいんやと思うんやってね。自然と、誰にも言われなくても、ネームの下に何かをぶら下げるっていうのをステータスとした時代っていうね。エモいね。今、多分個人情報保護法でさ、ネームなくなっとるよね。あ、そうなんや。多分ないと思う。だって学校に自分の名字つけて投稿してたんだよ。してた、してた。今違うんだ。多分今それしたらダメなんや。あ、そうなんだ。子供を守るためにみたいな。こういう感じでね。エモいね。懐かしい。懐かしい。やった人いますか?初めて見た。本当に、あとはこのリリアンってなんかこうやって、なんだろう、絵をこう刺繍するやつで使うのが本来だったみたいだけど。え?刺し子ですか?刺し子みたい。刺し子って言ったらなんて言ったらいいのあれ。やってた。これ、いる?いらんわ。ハックン?ハックンいる?リリアン。ハックンリリアン。ハックンリリアンいるやろ?ハックンがあまりにもチューチューネズミさんのリリアンが好きで、リリアンを買ってきたところから今この話になったんだけどね。ハックンリリアンあるよ。切る?ハックン。ハックン。
ペンペンして、ペンペンして。遠いな。見えてないんじゃない？ハク、大きい人やから小さいもの見えない。はい。はい。ということで、いや、もう、誰かしたことある人いるかね？どうやろう。ああ、はい。はや。はい。はいえ。リリアンね、気持ちいいみたいだね。あ、早い。バッチンバッチン切る。どうしよう。気持ちかったんやね。ハクの遊びや。すごい。早い。二神から三神で切れます。すげえ。ハクすげえ。はい。揺れとる、揺れとる。はい。真ん中じゃないじ？いや、ほんとやね。直したって。揺れとる、揺れとる。揺れとる、揺れとる。はい。はい。どう？チャンネル登録は？こちら。